いや、今回とんでもない事件がまた露呈してしまいました。とんでもない事件が起きたというよりも露呈したんですよね。まあ、通常こういうことは隠蔽されてわからないわけなんですけども、まあ、どんな事件なんでしょうか。隠蔽体質の警察がまたこんなことをしてしまったということです。まあ、息子が殺された、人間扱いじゃないというふうに記事が書かれております。被害を受けてお亡くなりになった父親の方が警察への憤りをあらわにして取材に応じております。これはね、警察署で勾留中の男性が死亡したということなんですよね。で、この死亡なんですけども、警察に大きな原因があったことと、なんか暴行のようなことが起きていたんではないかなと。連続100時間以上の拘束に暴行の疑いもあるということで、ニュース23が取材を公開しています。愛知県の県警察で勾留中に死亡した男性の父親は、息子が殺されたと思っていると警察の対応に不満をあらわにすると。男性は持病の薬をもらえなかった上に、連続で100時間以上手足を拘束されていた疑いがあるということですよね。まあ、つまり警察によって殺されたわけなんですけども、警察ってのはね、例の高知白バイ事件みたいに、まあ、民間人に責任をなすりつけたりとか、自分たちの組織の保身のためにはどんなこともやってのけて、時には司法にも手を突っ込んでですね、まあ、様々と格差してくるわけなんですよ。まあ、こういうふうにね、暴力組織が権限を持つと、私たち国民には全くね、手の打ちようがないわけですよね。まあ、本当に手足を拘束された上にぶん殴られたような状態なんですよ。んで、やっとのことで声を上げても、そういった声ってのはほとんどがマスコミをグルになって黙殺していきますからね。記事に戻ります。死亡した男性の父親は、息子が殺されたと思っていると、はっきり言って人間扱いじゃないと。43歳のこの亡くなった息子さんは、11月25日公務執行妨害の疑いで逮捕されましたが、その後勾留されていた愛知県警察岡崎署で亡くなったということで、まあとんでもないことですよね。病院で亡くなったわけじゃないんですよ。勾留して身柄を安全に確保する責任のある警察署内で無残にも殺されてしまったわけなんですよね。愛知県警によると、職員では男性が勾留中で暴れたため、男性を保護室という部屋に移したといいます。そこでベルト状の手錠や縄を使い、男性の手足を拘束。男性はその状態で100時間以上、100時間ってことは5日間ですね、保護室に収容されていたということなんですよね。で、この息子さんは障害者2級で糖尿病を持っていたということなんですけども、責任ある署員の対応はどうだったんでしょうか。死亡した男性の父親はこのように語っております。亡くなった息子さんは精神疾患で障害者2級手帳もあるし、暴れ出したら止まらないから、警察には医者が鎮静の薬を打って病院に入れないとダメだと訴えたけども、それでも聞いてもらえなかった。まあ、つまり人間の命なんて警察は何とも思ってないってことですよね。まあ、さすが拳銃を持って人を脅すだけあるなということでございます。精神疾患や糖尿病を患っていたという男性、警察署関係者によりますと、精神疾患の薬は処方したとしていますが、糖尿病の薬は与えなかったということで、糖尿病の苦しみを全く理解せずに必要な薬を与えなかったということでね、まあ、これは見殺し状態と言ってもいいのかなと。積極的に死をこう、ね、見送ったということですね。まあ、さらに保護室内の監視カメラには、複数の職員が横たわる男性を蹴るような様子も映ったと。まあ、蹴ったり殴ったりぐらいはするでしょうね、警察の面々ですからね。想像に難くないですよね。まあ、密室で行われた蛮行っていうのは今でもあるわけなんですよね。あとはちょっととてつもない記事の羅列になってますので、ちょっと読むのは控えたいと思いますけども、まあ、皆さんの近くにもね、こういった血も涙もない警察という皮をかぶった反社会勢力が、まあ、山のようにいるということをね、覚悟しながら生きていかなくてはいけません。本当に亡くなった男性に関しましたお悔やみを申し上げたいと思います。これも多分責任者が出てことにそのままお流れになるんでしょうね。